これはですね、今右側の方で、道路工事をやっているので、今仮設の信号が赤から青になりましたので、そのまま、坂を峠を登っています。奄美大島の道路というのは基本的に、このように紆余曲折しているのが奄美大島の、特徴でございます。絶対にですね、スピードは出さないようにお願いいたします。走ったらすぐ曲がる、すぐ曲がるという状況です。たまたま直線道路になったからといってですね、スピードを出さないようにお願いをいたします。ところどころではないんですが、これはちょっと石がありますね。ちょっとカメラさん見えませんね。時々倒木などもありますので、道路上にですね、たまに転げ落ちてくる場合もありますので、気をつけていただきたいと思います。ちなみにですね、これ左に曲がりますと、湯湾岳のフォレストポリスに、フォレストに行きます。それから今まっすぐ今走っていますけれども、宇検村の方に行くという、道になっています。ということで今回は、観光ガイドを兼ねながら、スバルサンバディアスのいわゆる AT パワーを使った時に、やはりですね、坂道を登ると峠越えするときにですね、そんなにアクセルを力んで踏まなくても、運転ができる、運転がしやすいという、レポートで、ございました。スバルサンバに乗っていらっしゃる皆さん、生産中止して10年になりますけれども、マニアックな、車ではありますけれども、大事に乗っていきたいと思います。これからもですね、燃費のレポートであったりとか、前回のオイル交換のレポートであったりとか、いろんなレポートを通しまして、スバルサンバーの良かれ悪かれも同時にレポートしていきたいと思います。それでは、そろそろ雨上がりになればいいなと思う奄美大島の、それから宇検村に、そろそろ入ってるわけなんですけれども、動画を終わりたいと思います。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからもですね、政治経済文化も含めて、できればマニアック的な、ガイドに、努めたいと思っていますし、バカバカしい、YouTube も上げていきたいというふうに思っています。これからもバカバカしいことをやろうと思います。ちなみにこれはですね、血が流れているんですが、62年生きてまして、女性に注はされたことは一度もないんですけれども、虫にはですね、結構注っていうかプスッと刺されている、ちょっとも素敵な白い素肌の元井武雄でございました。次回の動画まで、ごきげんよう、さようなら、ありがとうございました。これはですね、今右側の方で、道路工事をやっているので、今仮設の信号が赤から青になりましたので、そのまま、坂を峠を登っています。奄美大島の道路というのは基本的に、このように紆余曲折しているのが奄美大島の、
特徴でございます。絶対にですねスピードは出さないようにお願いいたします。走ったらすぐ曲がる、すぐ曲がるという状況です。たまたま直線道路になったからといってですねスピードを出さないようにお願いをいたします。ところどころではないんですが、これはちょっと石が、ありますね。ちょっとカメラさん見えませんね。時々倒木などもありますので、道路上にですねたまに転げ落ちてくる場合もありますので、気をつけていただきたいと思います。ちなみにですねこれ左に曲がりますと、湯湾岳のフォレストポリスに、フォレストに行きます。それから今まっすぐ今走っていますけれども、宇検村の方に行くという、道になっています。ということで今回は、観光ガイドを兼ねながら、スバルサンバディアスのいわゆる AT パワーを使った時にやはりですね、坂道を登ると峠越えするときにですね、そんなにアクセルを力んで踏まなくても、運転ができる、運転がしやすいという、レポートで、ございました。スバルサンバに乗っていらっしゃる皆さん、生産中止して10年になりますけれどもマニアックな、車ではありますけれども大事に乗っていきたいと思います。これからもですね燃費のレポートであったりとか、前回のオイル交換のレポートであったりとか、いろんなレポートを通しまして、スバルサンバーの良かれ悪かれも同時にレポートしていきたいと思います。それでは、そろそろ雨上がりになればいいなと思う奄美大島の、それから宇検村に、そろそろ入ってるわけなんですけれども、動画を終わりたいと思います。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからもですね、政治経済文化も含めて、できればマニアック的な、ガイドに、努めたいと思っていますし、バカバカしい、YouTube も上げていきたいというふうに思っています。これからもバカバカしいことをやろうと思います。ちなみにこれはですね、血が流れているんですが、62年生きてまして、女性にチューはされたことは一度もないんですけれども、虫にはですね結構チューっていうかプスッと刺されている、ちょっとも素敵な白い素肌の元井武雄でございました。次回の動画まで、ごきげんよう、さようなら、ありがとうございました。全国の良い子の皆さん、こんにちは。はい。今日はですね、奄美大島の、西部にあります、大和村。戦艦大和の大和と書くんです。神奈川県大和市の同じ大和と書きますけれども、大和村の今の里と書きますが、今里集落のここがですね、今里立神という、いわゆる簡単に言いますと、その、神様が鎮座しているような、島で、ございます。で、今日の動画はですね、観光の動画ではなくて、ここにですね、パワーという表示、緑色の表示がありますが、一回これちょっとオフにして、またオンにしますけれども、今日の動画はですね、AT パワーを使うと燃費が悪くなるんだけれども、奄美大島の場合には、やはりアップダウンが多いんですね。そうなってくると、ドライブで走るときに、どうしてもですね、車が元気がない。
力がないものですから、先日からですね、クーラー入れても入れなくてもあの AT パワーを使っています。ご存知の方もいらっしゃいますが、ご存知のない方のために念のために、ここに AT パワーのスイッチがあります。で、これを入れてですね、これから大和村の、今里集落から、宇検村の、方に行くんですけれども、まあ、その峠をまでちょっと、登りながらレポートしたいと思います。今266キロになりましたけれども、この車自体が燃料満タンにしまして AT パワーを使わない、それからクーラーを使わなければ、最長で 18.29キロですね、走っています。それからクーラーを使った時には平均15キロで走っています。そこへ来て今回は、AT パワーを使った場合にはクーラーを入れたり、あるいは今日ちょっと涼しいので、クーラーを入れてないんですけれども、そうした場合ではどうなるのかということで、検証をしてみたいと思います。もうしばらくしてから、坂道に入りますが、ここの今里という集落はですね、奄美大島の中でも、頭のいい人が多いと言われています。これを調べていくと、明治時代なんですけれども、カツオ漁業が盛んで、そのカツオを食べていた、カツオの頭を食べていたから、頭がいいんじゃないかと、言われています。定かではないんですが、これが DHA ですね、ドコサヘキサエン酸の元になったとか考え方の元になったんじゃないかと思います。ということで、大和村の中でもこの今里を過ぎると今度は、今山が映っているかもしれませんけれども、あの辺りの、もう向こう側になりますけれども、宇検村の方に、なります。海抜10メーターを過ぎました。動画をご覧の皆さんの場合には、ちょっと実感がないかもしれませんけれども、やはりAT パワーを使うとですね、坂道を登るときに、そんなに、海抜30メーターまで来ました。そんなに力んでですね、アクセルを踏むこともなくですね、軽く踏んでいるだけで、登っていきます。でまた今ちょっとエンジンの音が変わってきましたけれども、専門用語はちょっと分からなくて申し訳ないんですが、アクセルをこう踏んでいると徐々にですね、ギアが変わっていってっていうか、回転が良くなってですね、こうやって登る時も非常に、スムーズに、なっています。これが AT パワーがないとですね、やはりちょっと力がないかなという、感じがします。以前の動画でもお話ししましたが、約1万3000キロの段階でエンジンオイルを交換しました。それからエンジンオンがやはり静かになったのも確かでございます。ちょっとですね、ここで、観光ガイドというわけではありませんけれども、大和村の今里集落の、裏山ではありませんけれども、高台に来ております。ちょうど真ん中にぽっこりあるのが、冒頭に申し上げました、今里立ち神でございます。車から降りないとちょっと集落を俯瞰することは、できませんが、ご了承ください。この辺りだったら大丈夫ですかね。ちょっと集落自体は、
今里立神の右側の方にあるので山に隠れて、見ることができませんけれども、これからですね、今里からいわゆる大和村の今里から、宇検村の方に、登っていきたいと思います。カメラマンさんも綺麗な緑だなとおっしゃってますけれども、奄美大島の場合には、年間としまして、常に緑色でございます。私はこれをグリーングラデーションアイランドと、言っているんですが、いわゆる緑色のやはり薄い色から濃い色まで変化していくこのグラデーションがですね、なんとも言えない魅惑的な島でございます。そして、以前の動画でもお話ししましたが、年がら年中緑色であるということがですね、プロアマ素人を問わずですね、珍しいものがあるように見えないようにしている、これが奄美大島の神秘的な、一つであります。簡単にはわからない、わからさせないというのがこの緑色に覆われた奄美大島のいわゆる大陸のような島でございます。本島から数えて7番目に面積が広いわけでございます。例えば明日北方四島が帰ってきたら、それでも奄美大島は9番目に広い、面積のある大陸のような島で、特にマニアックな方々には興奮する大きな島でございます。非常にトンネルも多くてですね、以前に比べれば走りやすい島になってきましたが、やはり何といっても今回のような峠がまだいくつもあるんですが、やはりトンネルばっかり掘ればいいというわけでもありませんので、自然を大切にしながらですね、極力壊さないようにしながら、いろんな動植物を観察できるような奄美大島が非常に魅力のある島になっているというふうに思います。全国の良い子の皆さん、こんにちは。はい、今日はですね、奄美大島の、西部にあります大和村、戦艦大和の大和と書くんです。神奈川県大和市の同じ大和と書きますけれども、大和村の今里、今の里と書きますが、今里集落のここがですね、今里立神という、いわゆる簡単に言いますと、その神様が鎮座しているような、島で、ございます。で、今日の動画はですね、観光の動画ではなくて、ここにですね、パワーという表示、緑色の表示がありますが、一回これちょっとオフにしてまたオンにしますけれども、今日の動画はですね、AT パワーを使うと燃費が悪くなるんだけれども、奄美大島の場合にはやはりアップダウンが多いんですね。そうなってくると、ドライブで走るときに、どうしてもですね、車が元気がない、力がないものですから、先日からですね、クーラー入れても入れなくても、AT パワーを使っています。ご存知の方もいらっしゃいますが、ご存知のない方のために、念のために、ここに AT パワーのスイッチがあります。で、これを入れてですね、これから、大和村の、今里集落から、宇検村の
方に行くんですけれども、まあ、その峠をまでちょっと、登りながらレポートしたいと思います。今266キロになりましたけれども、この車自体が、燃料満タンにしまして AT パワーを使わない、それからクーラーを使わなければ、最長で 18.29キロですね、走っています。それからクーラーを使った時には平均15キロで走っています。そこへ来て今回は、AT パワーを使った場合には、まあ、クーラーを入れたり、まあ、あるいは今日ちょっと涼しいので、クーラーを入れてないんですけれども、そうした場合にはどうなるのかということで、まあ、検証をしてみたいと思います。もうしばらくしてから、坂道に入りますが、ここの今里という集落はですね、奄美大島の中でも、頭のいい人が多いと言われています。これを調べていくと、明治時代なんですけれども、カツオ漁業が盛んで、そのカツオを食べていた、カツオの頭を食べていたから、頭がいいんじゃないかと、言われています。定かではないんですが、これが DHA ですね、ドコサヘキサエン酸の元になったというか、考え方の元になったんじゃないかと思います。ということで、大和村の中でもこの今里を過ぎると、今度は、今山が映っているかもしれませんけれども、あの辺りの、まあ、もう向こう側になりますけれども、宇検村の方に、なります。海抜10メーターを過ぎました。動画をご覧の皆さんの場合には、ちょっと実感がないかもしれませんけれども、やはりAT パワーを使うとですね、坂道を登るときに、そんなに、はい、海抜30メーターまで来ました。そんなに力んでですね、アクセルを踏むこともなくですね、軽く踏んでいるだけで、登っていきます。でまた今ちょっとエンジンの音が変わってきましたけれども、専門用語はちょっと分からなくて申し訳ないんですが、アクセルをこう踏んでいると徐々にですね、まあ、ギアが変わっていってっていうか、回転が良くなってですね、こういった登る時も非常に、スムーズに、なっています。これが AT パワーがないとですね、やはりちょっと力がないかなという、感じがします。以前の動画でもお話ししましたが、約1万3000キロの段階でエンジンオイルを交換しました。それからエンジンオンがやはり静かになったのも確かでございます。ちょっとですね、ここで、まあ、観光ガイドというわけではありませんけれども、大和村の今里集落の、まあ、裏山ではありませんけれども、高台に来ております。ちょうど真ん中にぽっこりあるのが、冒頭に申し上げました、今里立神でございます。まあ、車から降りないとちょっと集落を俯瞰することは、できませんが、まあ、ご了承ください。この辺りだったら大丈夫ですかね。ちょっと集落自体は、今里立神の右側の方にあるので、山に隠れて、見ることができませんけれども、これからですね、今里から、いわゆる大和村の今里から、宇検村の方に、登っていきたいと思います。綺麗な緑やな。はい、まあ、カメラマンさん
さんも綺麗な緑だなとおっしゃってますけれども、奄美大島の場合には、年間としまして、常に緑色でございます。私はこれをグリーングラデーションアイランドと、言っているんですが、いわゆる緑色のやはり薄い色から濃い色まで変化していくこのグラデーションがですね、何とも言えない魅惑的な島でございます。そして、以前の動画でもお話ししましたが、年がら年中緑色であるということがですね、プロアマ素人を問わずですね、珍しいものがあるように見えないようにしている、これが奄美大島の神秘的な、一つであります。簡単にはわからない、わからさせないというのがこの緑色に覆われた奄美大島のいわゆる大陸のような島でございます。本島から数えて7番目に面積が広いわけでございます。例えば明日北方四島が帰ってきたら、それでも奄美大島は9番目に広い、面積のある大陸のような島で、特にマニアックな方々には興奮する大きな島でございます。非常にトンネルも多くてですね、以前に比べれば走りやすい島になってきましたが、やはり何といっても今回のような峠がまだいくつもあるんですが、やはりトンネルばっかり掘ればいいというわけでもありませんので、自然を大切にしながらですね、極力壊さないようにしながら、いろんな動植物を観察できるような奄美大島が非常に魅力のある島になっているというふうに思います。これはですね、今右側の方で道路工事をやっているので、今仮設の信号が赤から青になりましたので、そのまま坂を峠を登っています。奄美大島の道路というのは基本的に、このように紆余曲折しているのが奄美大島の、特徴でございます。絶対にですね、スピードは出さないようにお願いいたします。走ったらすぐ曲がる、すぐ曲がるという状況です。たまたま直線道路になったからといってですね、スピードを出さないようにお願いをいたします。ところどころではないんですが、これはちょっと石がありますね。ちょっとカメラさん見えませんね。時々倒木などもありますので、道路上にですね、たまに転げ落ちてくる場合もありますので、気をつけていただきたいと思います。ちなみにですね、これ左に曲がりますと、湯湾岳のフォレストポリスに、フォレストに行きます。それから今まっすぐ今走っていますけれども、宇検村の方に行くという、道になっています。ということで今回は、観光ガイドを兼ねながら、スバルサンバディアスのいわゆる AT パワーを使った時に、やはりですね、坂道を登ると峠越えするときにですね、そんなにアクセルを力んで踏まなくても、運転ができる、運転がしやすいという、レポートで、ございました。
スバルサンバーに乗っていらっしゃる皆さん、まあ、生産中止して10年になりますけれども、マニアックな、車ではありますけれども、大事に乗っていきたいと思います。これからもですね、燃費の、レポートであったりとか、前回のオイル交換のレポートであったりとか、いろんなレポートを通しまして、スバルサンバーの良かれ悪かれも同時にレポートしていきたいと思います。それでは、そろそろ雨上がりになればいいなと思う、奄美大島の、それから宇検村に、そろそろ入ってるわけなんですけれども、動画を終わりたいと思います。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからもですね、政治経済文化も含めて、できればマニアック的な、ガイドに、努めたいと思っていますし、バカバカしい、YouTube も上げていきたいというふうに思っています。これからもバカバカしいことをやろうと思います。ちなみにこれはですね、血が流れているんですが、62年生きてまして、女性にチューはされたことは一度もないんですけれども、虫にはですね結構チューっていうかプスッと刺されている、ちょっとも素敵な白い素肌の本井武雄でございました。次回の動画まで、ごきげんよう、さようなら、ありがとうございました。